スロー演習の日記。スロー演習、先とお庭。スロー演習ライブ。スロー演習ワールフォーインガーデン。皆さん、こんにちは。今日、スロエンジェルは、滝を見に来ているようです。滝の水を浴びて、気持ちよさそうですね。自然と、たわめる楽しさ、なんとも言えないです。少し休憩していますね。お水の中は気持ちいいですが、長いこと言うと疲れますよね。リラックスしていますね。日頃の疲れが溜まっているから、心身ともにリラックスが必要。本滝のようなところを見せないそう。気持ちいい。親指姫のお話をつい思い出してしまったスローエンジェル。彼女が見る世界はこんな感じだったのかな。だんだんと、疲れが取れてリフレッシュしていますね。生きていて思うことはバランスが大切。これが崩れると無理してしまう。疲れたら、せっかく与えられている自然に頼める。それだけで気分が変わる。ちょっと木の上に登って遠くを見てみよう。この木は丈夫そうだから。お庭がありました。行ってみよう。お庭きれい。ピアノもありますね。まずは、素敵なお庭を満喫。滝の音を遠くに聞きながら、素敵なお花たちに囲まれて幸せ。ピアノも綺麗ですね。無駄なところでコンサートがあったら最高なのに。少しだけ聞いてみよう。やっぱりいい音。少しお茶を楽しんでから今日は帰ろうと思います。では、次の動画でおしまい。